演武開演。どうも、本日はまあすでにここにありますけど、そちらドミノピザのこちらクワトロ、あれビーフクワトロ、あー名前忘れた、やだせ、お肉4種盛りピザの L サイズを食べたいと思います。あー大きいですね。確かドミノピザデビューした時は M サイズだったかな。うん、どれから食べようかな。4種類あってお肉だけじゃなく緑もところどころにあって色もとりどりで美味しそうです。ちょっと大きいな。今回生地は通常のものにしてシンプルなものにしています。ではまずこちらからいってみたいと思います。何なんだろうこれ、 ピーマンとお肉。ではいただきます。トップバッターはちょっと地味かな。こちらのちょっとし明らかにソーセージとか乗ってるシンプルっぽいやついってみます。わわ、中にもお肉いるんだこれ。では次はこちらのちょっと豚肉っぽいやつ、豚肉と緑のやつってみます。ちょっとなんかついてるなこれ、肉ボロボロ落ちちゃう。ではいただきます。美味しいけどちょっともたれるかなこれ。はい、でラストはこちらのおそらくもう照り焼きチキンですね。マヨネーズが乗ってるやつ、これが一番美味しそうですと見た目では思っています。いただきます。最終結果は出ました。あれこれ思ったより全部食べ終えました。どれもお肉を感じられましたのですが、ここでランク付けをしてみたいと思います。4種類の中で一番美味しかったものの前にまず第4位から。4位はうーん一番最初に食べたお肉のピザですね。他に比べるとちょっとお肉の主張が弱かったんですよね。なのでお肉を楽しみにしていた自分としてはもうちょっと頑張ってほしかったなと思いました。ピザとしては普通に美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。続きましては3つ目に食べたあの豚肉のようなピザです。ちょっと脂身が強かったので脂身が全部勝っちゃってチーズの丸わさとかもうちょっと弱まっちゃったなという部分があるのが残念でした。お肉の脂を好むこってりとした方にはいいのかもしれませんが、ピザとして考えた場合にはもうちょっとバランス取ってほしかったなとは思います。なのでこちらの点数としてみました。では第2位は点数上は同じですが最後に食べた照り焼きチキンですね。一番美味しそうに見えたのですが、ちょっとマヨネーズが程よい感じでとろけていて甘みも感じられて醤油のダメージの照り焼きタレとよく合っていたのですが、もうちょっとお肉が主張してもよかったのではとも思ってしまいました。お肉の量の問題なのでどうしても個体差が出てしまうのかもしれませんね。ですがマヨネーズがかかっている割には脂もしつこくなくてあっさりしていて美味しかったです。なのでこちらのテストさせていただきました。というわけで必然的に最後になる1位は2つ目に食べたあのサラミとかソーセージとかが乗っているピザです。あれ上に乗ってるのはもちろんなのですが中に入っているトマトソースがミートソース状になっていてトマトの酸味もありますがちょっとひき肉の食感も飽きたような気がするんですね。あくまで自分の感想ですが、なのでお肉の食感を旨味を一番感じることができたのがあのピザだったので今回1位とさせていただきました。おめでとうございます。というわけでこちらのペースを見てみました。お肉たっぷり楽しめるピザでしたね。それではガンタンをブラックホール食いつくを、うわあ、ガンタンからブラックホールのごとき食欲でちょっと怖いですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。